新宿交通公園は東京都葛飾区新宿にある交通公園。1969年7月17日に葛飾区で最初の交通公園として開園。自転車、ゴーカート、ミワ車豆自動車の遊具を無料の貸し出しを行っており、公園内を走行できる。園内を一周するミニ SL がある。これはトンネルや踏切があり、 運転ができるイベントも年に5回ある。また、その他にも、都営バスや消防車が展示されている。現在1993年型日産ディーゼル、UUA440HSN 型が展示されている。当該車両は2006年まで、高等営業所に在籍していた LZ281 号車で、ある。過去1982年型、三菱不走 KMP107K 型が展示されており、この車は南千住遠慮所、青市所に1992年まで在籍していた ZL593 号車だった。バスの形は当初のままだが2012年現在の運転席は2006年時点のように綺麗ではなくいくつか壊れて動かないもの、外れてしまったものなどが見受けられる。鉄道教室が年5回開催されている。 ありがとうございます。